マッテオ・コンティには、イタリア・ジェモーニオ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。AC ・ミランユース出身のディフェンダー。レンタル生活が長く、セリエ C1 の A ス・リボルノ・カルチョ、セリエ B の US ・アベッディの1912など、カブリーグの複数のクラブにて、プレー経験を積んだ。2004年に、パルマ FC との共同保有となり、 翌年に完全移籍2007年には SSC ナポリへ移籍2010年1月、リーガイスパニョーラのレアルサラゴサへレンタル移籍し初めてイタリア国外のクラブに所属することとなった。同年7月、3年契約でサラゴサに完全移籍した。2011年夏、AC、シエーナへのレンタル移籍でイタリアに復帰。 翌2012から13シーズンもシエーナに残留し、冬の移籍期間に、アタランタ BC へ移籍した。2013から14シーズンは、セリエ B の SSU ベスタビアへ、レンタルされている。翌シーズンは、FC バーリ1908にレンタル移籍した。2017年7月23日にカルダレーゼ、カルチョへ加入したが、翌月には、家庭の事情を理由に退団。 9月12日、セリエ D の US ペルゴレッテーゼ1932と契約した。2018年に現役を引退し、その後ペルゴレッテーゼの監督に就任した。ありがとうございます。